そういえばさ、私やりたいやつが一個あってさ、みたらし団子に豚バラ巻いて焼くとめちゃくちゃうまいらしい。普通のみたらし団子でいい。うん、久々の元地元、うん、変わってるものが若干あるお店ね。よし、行ってくるわ。今日はね、幼稚園の見学にね、行ってきました。なんか、すごかったね、うん、圧倒されたよね。思ったよりもレベルが高くてびっくりした。びっくりした、ね、もうただただびっくりした、うん、すごい成長を感じるよね。同じ2歳児クラス、今年2歳になる子たちを見てきたんですけど、レベル高いと思って、うんね、初語がね、すごい、すごいね。 あんまり一気にあんな子供たちを見ることがないからさ、うん、楽しそうだったね。すっごい楽しそうだった。全部可愛かったし、可愛かったね。独特やけどね。制服なんで独特。先生のテンション超高かった。高かった。やっぱ子供たちを相手にするから、自分が勝ってないと寄ってこない。ブーちゃん、でもちょっと若干引いてたよ。だって周りにあんなテンション高い人いない。悪いけどね、むっちゃびっくりしたね。でも、ちょっと最初はビビってたけどさ、ちょっと経ったら一日も頑張ってきて慣れた。ウェイクアップしてきて、うん、出れるならね、早めに入れたいよね。異常況とかね、それにもよるしね。そこに関しては分からない。争奪戦なのかな。ゆうちゃんはもう今週で2歳。そうだね、ゆうちゃん2歳だよ。どうする、幼稚園他のを見てみる。今回行ったのが第一候補の幼稚園で、何でもかんでも設備がすごくて、まあ、とりあえずクオリティ高いけど、ちょっと学費高いみたいなとこ行ってきた。でもすごかったね。あれは学費高いだけあるわ。やっぱりさ、先生がいっぱいいるから安心だ。そうだね、保育室も充実してたしね。フリーの人が一人いるって。おもちゃだけいっぱい出してさ、人の遊びするのもね。どうする、次行ってみる。まずその3年保育するか4年保育するかっていうのもまだ未定で、来年4月から入園したら2歳児クラスで、再来年入学したら年少さんクラスに入る。まあ、年少さんクラスの方がね、楽っちゃ楽なんだけどね、いろんな面で。でも早めに入れたいっていうのもある。たださえさ、周りに同じぐらいの子がいないから。そう、いない。早めに慣れてほしいっていうのは。そう、小麦ちゃん友達少ないの。ねえ、むっちゃん友達いっぱい作ってきて。むっちゃんシャイだけどさ、語彙力が高い方だと思うの。知らん国バイブするし、ただ今日は人数に圧倒されたから。それはちょっと迫力があったからだいぶ。すごい勉強になった日。あと2歳児ってすごいって思った。本当にすごい。でもトイトレは完成させないと入園はできないな。ね。トイトレ頑張ろう、むっちゃん。かわいい。かわいいよね。それぞれの可愛さだったよね。やっぱりちょっと落ち着くよね。でかい。
や最近セルフ粘土してくれるんだよミキーと一緒に。この前エレファントに抱きついてね。ここなら落ちるね。あと2つ候補あるけどさ、幼稚園、うん、どうする？行きたい？だって今日のところ魅力的だよね、でもすごい今日のところやつしたい絶対やっぱりなんか独特やで、うん、遊び心のある感じ、縁も内装も。内容がすごいいいと思う。教材見たけどすごかった。でも毎日の送迎とか覚悟決めないといけないな。遠いんですよね、その幼稚園がね。超遠い。フェリーで行きたい。とりあえず全部行ってみない？幼稚園、高校の幼稚園行ってみて、先生のそう人柄とか、むっちゃんの恵み学べそうか。いやでもあのレベルはすげー。やっぱり集団が大事だと思う、これは。そうなの？年長で掛け算やった。危ないから。